おはようございます。山高です。今日もアクセスしていただきありがとうございます。今回は函館周辺の公共交通機関を駆使いたしまして、観光名所、おいしいものを紹介していきます。どうぞお楽しみに。五稜郭に行きたい、大沼公園に行きたい、でも行き方がわからなければ、函館市観光案内所に立ち寄ってください。ここでは外国語も対応で、さまざまな観光名所を教えてくれます。そして札幌と函館を結ぶ特急北斗から路面電車まで、いろいろな交通を楽しみたいなら、こちらの函館旅するパスポート&フリーパスがおすすめです。2日間で3650円、本当にお得に使えるのかしら。まずは北斗に乗って大沼公園まで参りましょう。ようこそ函館へ。昨日の敵は明日の友。これ誰のこと言っているかわかりますか？多分蝦夷共和国の総裁榎本武明のことを言ってるんですよね。今回の函館旅行で初めて彼の名前を知ったんですけど、大変立派な方ですね。幕末において幕府側の中心であり、天才と言われるほど様々な技術と知識を要していた方なんですよ。幕府が新政府に倒された後、旧幕府軍と新政府との戦争、戊辰戦争において旧幕府の残党として軍艦を持ち去ったり、函館に蝦夷共和国を打ち立てたりと、戊辰戦争の時には旧幕府側で大変活躍をした方なんです。しかし当然のことながら、新政府軍に蝦夷共和国は潰されるわけですね。ただその際にも榎本武明はその才能を買われ、敵将の黒田清隆にも懇願され、切腹などすることなく生き残り、今度は明治新政府のためにその才能を遺憾なく発揮します。そして最終的には大出世するんですね。函館から大沼公園までは30分ほどです。雄大な山やさまざまな自然の景色が車窓からは堪能できます。季節外れの大沼公園、乗り降りする客は少なく、私のことを駅員の方が出迎えてくれました。レトロな雰囲気の駅舎には改札がなく、大きな広い待合室にも誰もいませんでした。大沼公園は駅から歩いてすぐです。あいにく雨のような雪のようなものが降ってきました。寒い。それでもせっかく来たので、これから大沼公園を散策しに行ってきます。レッツラゴー！レッツラゴー！函館大沼公園は自然の美しさと四季折々の風景が楽しめる魅力的な公園です。訪れる人々にリラックスやリフレッシュの場を提供してくれます。のはずだったんですけれども、あまりにも寒すぎて訪問者ゼロ。まあ、何百年も前からの手つかずの自然が楽しめる素晴らしい場所なのですが、なんだか一人ぼっちで雪も降ってきて、とっても寂しい場所でした。生きとし生けるものは私以外に何にもいない。あとは鳥がいました。野鳥だけが私の友達。そんな感じの場所でした。野鳥観察がしたいっていう方はちょっといいんじゃないでしょうかね。お前はどうする？あの白い鳥、どうするどうする、あ、飛んでった。おー、素敵。大沼公園に来た目的の一つは、ゴールデンカムイにも登場したこの沼の屋の
大沼団子を食べることです。味はあんと醤油、ごまと醤油の2種類で、値段は小が430円、大が710円とリーズナブルな値段です。砂糖は一切使っていません。大沼団子はうるち米 100% のシンプルで飽きのこない味わい、一口サイズのつるんとしたもちもち感がたまりません。この大沼団子を特急北斗の中で食べるのがここに来た目的の一つです。さあ開けてみましょう。小さな団子一つ一つが大沼公園にある小さなぽっこり浮かんだ島々を表しているそうです。わあ、この綺麗なあんの照り具合、つるんと生えるみたらしがたまりませんでした。そしてあんこの方もスムースで滑らか、いくらでもパクパク食べられてしまいます。あー、おいしかった。これからトラピスト修道院に向かいます。お島東別という道南いさりび鉄道の駅に行きたいですので、まずは五稜郭で乗り換えをいたします。来ました、こちらがいさりび鉄道です。コンセプトは海沿いを走る列車の車窓に広がる津軽海峡と函館を望む雄大な景色。こちらをモチーフに青い海と社名のシンボルであるいさりびを表現しています。本当に車窓から見える雄大な海は美しかったです。難点といえば電車が 2,3 時間に1本しかないことです。東京では考えられませんが、私の場合2時15分にこちらの駅に着いて、トラピスト修道院を見学して、3時40分の電車に間に合わせないと、もう函館に帰るには延々と時間がかかってしまいます。では渡島東別駅からどうやってトラピスト修道院まで行きましょうか。これ歩くとなったら30分ぐらいかかるんですよ。東京の駅とは大違いで、駅周りには何にもありません。もちろん改札にも人は一っ子一人いません。なんだかとっても寂しくて、どうやって修道院まで行こうかなと考えながら駅の中に入ると、まあマリア様は私を見ているじゃありませんか、哀れむような目で。忍ともかんとも駅周りにはタクシーもないし、どうやって行くべきかなと考えあぐねていると、そんなところに待ってました、私の救世主、小さなショップが見えてきたのです。こちらのショップの名前、中田商店。クリーニングからお菓子まで何でも売っている小さな商店ですが、私のここでのメインパーポスは自転車を借りることです。自転車を借りたらもう何のその、トラピスト修道院まで自転車を走らせてあっという間に着いてしまいました。しかもとても眺めが良くて大変気持ちの良いところだったんです。修道院は男子のみの見学になってます。女人禁制です。また男子も予約がある方だけが入れる形です。でもお目当てはその目の前にあるショップの方です。ここではトラピスト修道院の方で絞ったミルクを使った美味しいソフトクリームが食べれるのです。このトラピストのビスケットにたっぷりのアイスクリームを乗っけていただきました。美味しかったです。そして帰りは下り坂です。電動自転車ですが、下り坂だとより気持ちがいいですね。天気も良くなってきました。海を近くに感じながら、背の高い木々の間、並木道を自転車で駆け抜けていく。緑に囲まれ
透き通った風を感じ、これはこれで素晴らしく気持ちがいい瞬間。海が見えてくると波の音もしてくる。気持ちいい。戻ってくると中田商店のおばさまがおせんべいとアイスコーヒーを出してくれました。本当に人は少ないけれども、みんな暖かくてとても素敵な場所ですね。はあ、いさりび鉄道やってきました。無事に函館に帰ることができそうです。これさっきと同じ電車ですね。駅員さんも同じです。いさりび鉄道から見える景色は真っ青な海と緑の木々、絶景です。函館駅まで戻ってきました。函館山からの絶景が見たいのでバスで函館山まで向かいます。函館山登山道に入ると途中の展望スポットでは徐行し、ロープウェイとは一味違う車窓を楽しむことができます。函館山はとても美しい場所でした。夕暮れる時は夕日が美しく映え、そして日が落ちた後は函館山からの絶景を長い間楽しむことができます。こちらが有名な理由が分かりました。本当に美しくて、まるで天から地上を眺めてる、そんな気持ちにさせてくれる場所です。絶景を楽しんだ後はまたバスで戻ります。この袋でも美しい景色を楽しむことができます。1日目は特急北斗からいさりび鉄道、そして登山鉄道など様々な交通を使ったので締めて2,990円。これだけでも十分元が取れたのですが、まだ2日目もこのパスは使えます。早速朝起きてチェックアウト前に、そうです、トラム、路面電車に乗ってみましょう。路面電車っていいですね。あっと思ったらすぐそのまま乗れるんですよ。見つけた途端に乗っちゃいます。ちょっと五稜郭にでも行ってみます。初めて乗る函館の路面電車、なんか気持ちいい。五稜郭駅に着きました。路面電車たくさんあるんですけども、五稜郭まで10分以上歩きました。結構駅から遠いんですね。まあ路面電車いいにはいいんですが、なかなか使い勝手はあまり良くないような、いいような。この時期の五稜郭、天気も良くて桜がとても綺麗でした。こちらの旅するフリーパスではなんだか十分元を取った気がしたので、今度は函館駅からレンタルサイクルを借りて五稜郭までまた行きたいと思います。レンタルサイクル便利なんですよ。小回りも効きますし、好きなところにどこにでも行けます。それでは五稜郭公園まで回りましょう。函館の駅前から公園通りを通って五稜郭まで約15分から20分。実は五稜郭の奉行所は幕末にできたんです。海外からの軍艦攻撃に備え、港近くではなく内陸に奉行所が作られました。話は変わって、五稜郭周りは桜が何千本も植えられていて、その周りを自転車で走ることができます。本当に気持ちが良くて素敵なサイクリングになるでしょう。またこの中には函館奉行所があり、中に入ると幕末の蝦夷共和国についての勉強がたくさんできます。ここに来て私は榎本武明についてたくさん知ることができました。歴史って楽しいですね。桜も大変美しかったです。しだれ桜も大変美しいです。ピンクが濃いのが素敵ですよね。青い空と五稜郭タワー、そして
桜のアンサンブル。函館奉行所前の梅も美しく咲いていて、なんだか懐かしい歴史の中にふと迷い込んだような気持ちになりました。五稜郭公園の周りにはたくさんの飲食店があります。中でも函館塩ラーメンの代表格、創業90年以上の老舗麺中坊あじさいは言わずと知れた名店です。ここの塩ラーメンが美味しいのなんのって、スープは透き通っていて風味がよく、麺はつるりと口の中に入ってきてさらさらと食べられてしまう、本当に美味しいラーメンでした。またザンギも香ばしく程よく油が乗っています。こちらの山椒塩をパラパラと振りかけていただくと、あっという間に食べきってしまいました。大変美味しかったです。では五稜郭タワーに登ってみましょう。こちらがみんな大好き土方歳三像。ハンサムですね。でも私が好きなのは榎本武明。幕府制か天皇制か、そういった体制にこだわるのではなく、より大きな視野で俯瞰的に見た世界の中の日本。日本の近代化に取り組み、軍事、海軍、外交のあらゆる分野で大きな成果を上げた榎本武明。本当に素晴らしい方だったなぁと、この五稜郭を見下ろしながら思う私であります。この函館旅行の一つの大きな成果は榎本武明を知ることができたことですね。五稜郭の隣には六花亭の直営店があり、まるで美術館のようにおしゃれでとても素敵な空間を演出しています。スタイリッシュでアーティスティックな玄関を抜けて中に入ってみましょう。エントランスを抜けると大きな開き窓があって、五稜郭の桜を一望することができます。観光客にも人気の素敵なスポットになります。見てください、このまるで絵で描いたような美しい五稜郭公園の桜を。もちろんたくさんの品々が売られていますが、中でもぜひ利用していただければいいのがイートインスペースです。オリジナルブレンドティーは香りが大変よく、注ぐとわーっといい匂いがしてきます。またストロベリーパフェを頼みましたが、いちごがたっぷりと乗っていて、ふわふわとした生クリームが大変美味しかったです。マカロンもアイスクリームも絶品でした。ここまでご覧いただきました辛抱強い皆様、本当にありがとうございます。函館は桜の季節が本当に素晴らしくいいところですね。この後もいろいろなところを訪問してたくさんの動画を作っていきます。ぜひフォローして待っていてくださると大変嬉しいです。本日はどうもご覧いただきましてありがとうございました。またお会いいたしましょう。